リモートワークをするぞとなってから、実際に切り替えるまでは本当に1日しかなかったんです。皆さんこんにちは、マネーフォワード入社2年目の伊藤です。今回は従業員数1000名を超えるマネーフォワードが月次決算を2週間で完全フルリモートできた理由というところをテーマにお話ししていきたいと思います。本日は弊社のマネーフォワードの経理の部長をされている松岡さんをお呼びしました。松岡さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、私松岡と申しまして、経理本部で本部長をしております。昨年の4月よりですね、入社をしております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では本日はいくつかテーマをご用意しておりますので、どんどんこうお話を聞いていければと思います。ではそもそもなんですけれども、こうフルリモートで作業をするメリットって何があるんですか？そうですね、そもそもですけども、現在コロナ禍ということで、社員の安全第一ということが一番ありますね。はい、その他ですね、そもそもリモートワークができる経理体制になっているということは、かなり効率化ができる体制になっているということが言えると思いますので、そういったところを進める、一つの、理由というかですね、動機づけとして、ある意味活用しているというところも、正直あります。なるほどですね。フルリモート自体は去年導入したっていうのをお聞きしていて、もともとは普通に出社されていたっていうのを聞いてたんですけど、コロナの影響でフルリモートするにあたってもともとどういう課題感があったんですかね？そうですね、もともと本当に紙にまみれた経理業務をやっていましてですね、経理の横にある箱にどんどん紙の請求書とか放り込まれていくというような業務スタイルだったものですから、そこがかなり課題感としてありまして、結構弊社クラウドサービス提供している会社なんですけど、もともとは紙の運用は結構あったってことなんですか？そうですね、ちょっと経理本部としてちょっと恥ずかしながら、いろんな理由もあって、活用できてなかったっていうのはあるんですけども、現在はですね、クラウドサービスを、フルに活用して、全て電子的に、いろんな承認を行っているという形ですね。わかりました。ちなみになんか請求書業務っていうところが出たのでお聞きしたいんですけど、例えば請求書業務って発行もあれば管理支払いっていう3点あるのかなと思っていて、そのあたりってどういうふうな業務だったんですか、そのフルリモートの前は？発行の方は以前よりクラウド請求書ということで電子的に行われていたんですけども、支払いの方がクラウド経費というところをですね、ちょっと活用できてなかったっていうところがありまして、基本的にも本当に手作業で、支払いも含めですねやっていたというところですね。はい。ちなみになんか取引先から来る請求書っていうのは紙が多かったんですか？そうですね、基本的に全て、紙だったんですけども、むしろ紙じゃないと処理しませんよというのが、以前のスタイルでした。そうなんですね、はい、なるほど。今こういろいろいろんな課題をお聞きしたんですけれども、なんか具体的にどうやって解決したかをお聞きできればと思っていて、先ほどおっしゃってた請求書の紙の運用というところと、おそらく紙で運用すると押印業務っていうのが発生すると思うんですが、紙の運用と押印業務ってどういうふうにフルリモートの実施に踏み切った感じになるんですかね？まず結論としては全て PDF 化をして電子承認をするという形に変えたということですね。以前は紙の請求書にですね、上長が判子をして、承認をしたりとかですね、いろんな番号を手書きしていくというようなやり方だったんですけども、そこを全て電子化したということですね。なんかそれ結構聞いてる限りだと重いんじゃないかな、結構しんどいんじゃないかなと思うんですけど、結構ハードな今日感じでしたかね？移行ですね。はい、移行です、移行です。そうですね、移行は確かに大変なプロジェクトではあったんですけども、イメージされているのは数ヶ月かかったとかそういうことではなくてですね、1ヶ月ほどで、まずはパイロット運用して、2ヶ月目から全社運用ということで、想定していたよりも、ご協力もいただきながら、かなりスムーズに運用できたかなというイメージですね。なるほどですね。実際じゃあそのいわゆる電子化して移行して、でおそらく請求書だと取引先の紙の運用を電子化するっていうものもあると思うんですけど、それをもうもろもろ全部合わせてどのスケジュール間でフルリモートにできるようになったんですか？そうですね、実はリモートワークをしようと思って全てやっていたことは何一つなかったんですね。ああ、なるほどですね。もともとそのいろんな効率化の観点でできるだけ取引先からは請求書を PDF でもらうようにしてもらうとか、先ほどの見える化ですね、電子化承認というところをやろうとしてクラウド経費を入れたりとか、
そういったところをずっと1年、半年ぐらいかけてやっていたというところで、リモートワークをするぞとなってから、実際に切り替えるまでは本当に1日しかなかったんですね。1日で切り替えようってなったんですか。そうですね。なので、言われた時にはもうダメかなと思ったんですけど、はい、冷静に考えると、はい、ずっと去年からやってきたことが、全て生きるかなということで、なんとかやってみようということになったんですね。なるほど。じゃあもともとその電子化する意欲というか、こう流れという、土台自体はあったから、その1日で切り替えること自体はできたっていうことですか。そうですね、はい。今って結構ペーパーレス化を導入して、でかつそのあとフルリモートできたと思うんですけど、実際問題、そのコロナの前紙運用をしていたところと、あと電子化で運用するようになって、だからどういうふうにこう時間の削減とか費用の削減とかできたのかなと思っていて、こういうところが劇的に変わったよっていうのがあります。やはり紙の場合は、そもそも上長の方がですね、出張していて承認ができないよとか、そういったところで止まってしまったりですね、やはりその請求書が処理されているのかされてないのかというステータス管理が難しかったりとか、そういったところはやはり電子化されたことによって、すごく見える化されたというところは一番改善点としては大きいかなと思いますね。なるほどですね。じゃあ実際その見える化して、そのチェックする時間っていうのもかなり減ったような感覚なんですかね。そうですね。二重支払いとかも全て電子化されているので、そういった電子的にチェックをするとか、そういったことが、かなり簡単にできるようになったかなという印象ですね。なるほどですね。ありがとうございます。結構今いろいろ聞いてきたんですけれども、なんか結構この動画を見られてる方って結構中小企業の経営理由で働かれてるとか、結構一人社長で抜行されてるっていう方が多いんですけれども、もしなんかそういった方が今紙運用していて、例えばこう電子化したい、ペーパーレス化したいとか、フルリモート化したいっていう場合は、何から着手すればいいってありますか。まずは紙自体をなくすというところが重要かなと思ってまして、やはり一番有効なのは、できればコーポレートカードのような形で、会社名義のカードをですね、発行していただいて、できるだけそちら側で払うことによってですね、特に2020年10月から電子処方保存法とかもかなり緩和されてますので、いろんな商標がそもそも少なくなるというところがあります。ですので、そういったところをできる活用していただくとか、個人のクレジットカードの場合でも、できるだけクラウド会計、クラウド経費の方にですね、電子連携をしていただくということができれば、かなりそもそもの紙は減らせるのかなというところで、ここは大企業であろうが中小企業であろうが、同じ、効果があるかなと思ってますね。なるほどですね。じゃあそもそも例えば取引先から紙で預かるというものをやめて、向こうから電子化した状態でもらうってあるとか、そうですね、そういったものをするってことですね。そうですね。やはり理想はもともとデータとして、請求元からあるので、それをデータとしてもらって、データとしてそのまま処理をするというのがやはり理想ですので、できるだけその比率を上げていくというところが重要なんじゃないかなと思っています。なるほどですね。ありがとうございます。マネーフォワード自体も実はクラウドサービスを提供してたんですが、紙で運用しているところから今はかなりこうフルリモートに踏み切っているところで、何か皆さんに参考になる部分があったのではないかと思います。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。